こんにちはです。皆さんこんにちは。神戸電鉄岡場駅に行って街頭活動をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。このように多くの皆様がお集まりいただいていること、改めて感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。元兵庫県知事の斉藤元彦でございます。この岡場駅エコールリラ、実は何度も来ておりまして、前幅短編っていうものをやってましてですね、それの PR で来たりとか、あとここは神戸市さんの方が図書館を整備されてて、知事になる前にも一度来させていただいて、大変素晴らしい居心地のいい図書館ができているということで、本当にこう素晴らしい環境がもっともっと広がっていくように、神戸市さんと連携してですねやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
改めまして、今回兵庫県知事選挙スタートしております。大変厳しい選挙戦になっております。やはり私は政党や組織の支援がない中での戦いです。一人からのスタートということですが、多くの皆様、そして多くの支えていただいている方々のお力のおかげで、なんとかここまで進んでくることができました。本当にありがとうございます。今回本当に県民の皆さんには文書問題で多くのご心配、そして、県政大丈夫かという思いを抱かさせてしまった、心から改めてお詫びを申し上げたいと思います。3年前に知事に就任させていただいて、全力で県政改革に取り組んでまいりました。やはり未来に向けた新しい県政を作り上げていかなければならない、20年間続いた前知事の時代から、やはり多くの事業、多くの取り組み、多くの制度が時代に合わなくなっているということで、これまで見直しをさせていただいたり、場合によっては取りやめ中止をしたということを進めてきました。これすべて県民の皆さんにとって何が大事かということを一生懸命考えてきながら全力で取り組んできたというふうな思いでございます。改革を進めるためには、まず自分のことをしっかりやらなきゃいけない。給料も3割カット、退職金も半分にさせていただいて、当時批判の強かった公用車センチュリーも直ちに見直しをし、ワンボックスカーにして経費を節減させていただきました。そういったことをしながら県政改革を一歩一歩本当に着実に取り組んできた斉藤元彦の本当に思いでございます。制度、そしていろんな仕事が時代に合わないものがたくさんありました。その一つが県庁舎の再整備問題です。これはもう皆さんもしかしたらもうすでにご存知かもしれません。私が就任した時に、県庁舎の建て替えをしなきゃいけないという話がもう進みつつありました。もう当然にこのまま進めるんだというふうな感じでありました。いくらぐらいかかるんですかというふうに言ったところ、700億かかりますという話でした。700億ですから、かなりの金額です。道路が何本もできる、学校だって10校以上建て替えられる、そんな金額だったんですね。確かに大震災の備えで庁舎を建て替えるということも必要かもしれない。だけどやっぱり700億円かける、本当にそれが必要かどうか。兵庫県の財政は震災の影響でまだ厳しい、そんな中で県民の貴重な税金を活用して借金を残してまで県庁舎、立派な建物、ラグジュアリーホテル誘致、本当にそれが必要なのか、今一度立ち止まるべきではないか。そういった意味で私は一旦これを白紙にさせていただいて見直すということを決断させていただきました。これについて県議会や多くの方からご批判があります。なんで斉藤は前に決まった計画を今からストップしてやり直すんだ、そのままやったらいいんじゃないか。だけどやっぱりこれ税金でやるんですね。全て借金になる可能性もある、県民の皆さんの負担が残る。だからこそ私は見直しをしてスリムでコンパクトな庁舎を目指す。今働き方改革が進んでいます。紙を使わなかったりとか在宅勤務、民間の企業では当然に進んでいる。大きな庁舎を作るんではなくて、やっぱりもう時代の流れに合わせてスリムでコンパクトな庁舎を作る。これ本当に皆さん必要だと思いませんかね。いかがでしょうか。ありがとうございます。やっぱりこう立ち止まって一度考えるべき。1000億かかるところを仮にもし半分程度にできれば、浮いた500億を他の事業に回すことができる。学校の建て替え、特別支援学校をもっと環境を良くする、道路をきれいにする、横断歩道を塗り直す、不妊治療は不登校度支援、そういったことに費やしていく。県民の皆さんに直接、県民の皆さんに届く、そういった政策に振り返っていくということ、これは私は絶対に大事だと思うんです。いかがでしょうか。
つ一つの改革を進めながら、なんとか一歩一歩進んできた。海外事務所の統合もしっかりやってきた。5つあった海外事務所、本当にびっくりしました。パリ、オーストラリア、シアトル、香港、ブラジル、すべてこれ県が直営で海外に事務所を持っていた。年間数億円のコスト、家賃もかかります。職員を派遣する場合には人件費もかかる。そういったことが本当に必要かどうか、本当にこれはしっかり考えなきゃいけないということでやらさせていただきました。65歳以上の県職員の OB の天下り、これも廃止する必要がある、見直す必要がある。もしかしたら OB の皆さんの中には反発もあったのかもしれません。だけどやっぱり時代に合わない制度、時代に合わない形を改めていくべき、これは私が県民の皆さんにとって大事な取り組みだということで、全身全霊で取り組まさせていただきました。マイク入りましたね。入ってる？もうちょっと大きくします。大きくできますか？ああ、聞こえてますかね。大丈夫。はい。この財政改革の成果がようやく実を結びつつあります。県の貯金が一つ一つ溜まってきた。私が就任した時は30億円でした。これ多いか少ないか、兵庫県の体力ではすごくめちゃめちゃ少ないですね。大阪で勤務してましたが1000億円当時ありました。財政改革をして貯金を貯めてきた。実はこれが兵庫県と大阪のコロナ対応での大きな差になった。飲食店への休業要請した。大阪はさっさと100万円支援金を送るのに兵庫県は遅れていた。これなぜか、全て貯金がなかったからなんです。30億円では何もできない。だからこそ私は改革をしながら一つ一つ積み上げをして税収も伸びてきたので、財政基金、いわゆる貯金の貯金を積み立てをしてきました。これがようやく今年になって決算で30年ぶりに100億円を超えて130億円程度になってきた。県民の皆さんのご理解のおかげだと思っています。本当にありがとうございます。まだまだ十分ではないかもしれません。でもこれから今コロナや災害が起こった時に、県民の皆さんや飲食店、そして高齢者の皆さんや障害のある方、すべての方にとって大切なサポート、災害対応をいち早くできることになります。未来の子どもたちへの投資、本当に大事です。高校生、中学生、小学生、大学生、将来を担う兵庫の宝物、この若い世代への支援をしっかりやっていくということが、私が考える県政の一番大事なものの柱です。県立高校の環境を見直す、昨年からスタートしています。県立高校、元全然見ますと校舎が古かったり、トイレが和式のまま、床もタイル式のまま、部活動の道具が古い、ツルツモバスケットボールを使っている、クーラーが設置されていない、そんなところがたくさんあるんですね。調べてみたら、私が就任する前の兵庫県県立高校1校あたりの予算はどれくらいだったか、全国で46位だったんですよ。ほぼ最下位。だから子どもたちへの投資ができてなかった。私のところにも手紙が来ました。ある高校から知事、学校のプールが壊れてるんです。先生に何回言っても直してくれません。何とかしてください。調べてみたらいくらかかったか、かかるか、50万円だったんです。本当にそれは予算がないということで済まされることであったのか。もっともっと子どもたちの環境を良くする、そういったことに県の税金を使わせていただくべきだと私は思っています。いかがでしょうか。5年間で300億円を県立高校、そして特別支援学校に投資を始めています。体育館にクーラーを設置する、これは防災の時にも避難所になります。洗濯教室、すべての教室にクーラーを設置、トイレをもっともっときれいにしよう、部活の道具も新しくする、
そういった予算をもっともっと増やしていこうと思っています。最近駅で街頭活動をしていますと、高校生や保護者の方から声をかけられます。斉藤知事になってから高校のトイレがきれいになりました。部活の道具も新しくなった、クーラーも効いた、本当に良かったです。そういった声を聞きます。不妊治療の支援を今年から思い切って増やしていきました。精神治療、災害受精、保険適用にならないところがたくさんある。経済的支援、大切です。回数制限なし、所得制限なしでワンクール当たり1回当たり3万円の支援をさせていただきました。三宮センター街で声をかけられました。両県の不妊治療助成を受けて今回ようやく子供を授かった、そういった県民の皆さん、お母さんからの声も聞きます。本当にそういった声を聞いたときに、私自身手が震えるほど、そして胸が熱くなるほど感動し、自分がやってきたこと、そして自分がやってきた方向性施策は県民の皆さんに届いていたんだ、県というのは今まで何をやっているかわからない、そういった自治体組織だと言われていました。だけど県民の皆さんに直接届く、直接響く施策をすれば皆さんに分かってもらえるんだ、そういったことをこれからもどん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 やっていきたい。羽ばたんでプラス11月から受付開始、年末年始やります。お米も高い、バターも牛乳も高い、県民の皆さんの暮らしを支えるための 25% のプレミアム付きの商品券、デジタル商品券もやっていく。こういった県民の皆さんの暮らしを支える、命を守る、そして若い世代をもっともっと応援する、すべての障害者や障害をある方や高齢者やマイノリティの方、すべての方に直接届く、直接響く施策をもっともっと私はやっていくべきだと思います。皆さんいかがでしょうか。ありがとうございます。今回でも新人決議案が可決されてしまいました。前回一致での可決ということで大変厳しいことになりました。私は市職と組長を選ばせていただいた、議会解散ということも一つの選択肢であったんですけど、20億円知事選だけでかかってしまいます。これも申し訳ないと思ってますけども、議会を解散すればさらに20億かかる。今回私がいろんな意味で大きな責任がありますから、自分自身が信用と、そういったことで失職の道を選択し、改めて県民の皆さんに信用を問うということをさせていただきたいと思っています。選挙戦は大変厳しいです。この半年間本当に厳しい局面がありました。マスコミとかでは腹のメンタルとかそんな指摘もありますけど、全然そんなことなくて、一人の人間ですから本当にしんどい半年間でした。で、朝起きたら今日も一日始まるんだ、そして一日仕事が終わったら夜寝るときに、今日も一日終わったの、そんな日の繰り返しだったっていうのがこの半年間です。そんな中でみんなが離れていってしまった、県議会からも辞職してください、そして職員労働組合からも辞職しろ、そしてマスコミからも辞職した方がいいんじゃないか、道義的に責任を取れと、最後には副知事も辞めてしまって辞職しろ、もう最後は一人ぼっちになってしまったんです。そんな中でもやっぱり私は辞めるわけにはいかない、これまで進めてきた歩みを決して無駄にするわけにはいかない、県民の皆さんのためにまだまだ頑張る、自分の信念を貫き倒そう、そういった意味で歯を食い縛って頑張ってきました。9月の末に失職をして駅前での街頭活動、政治活動を始めさせていただいた、たった一人からのスタートでした。 JR のスマ、私地元スマですから、 JR スマ駅での街頭活動、駅立ちをさせていただいた、一人で立ったんです。本当に怖かった。当時マスコミの報道が本当に過熱してまして、日本中が、いや世界中が最強元で怖がるもんだ、大悪人だ、そんな流れができていた、大変厳しい中、そんな中で JR のスマ駅から駅立ちをさせていただいた、殴られるんじゃないか、石を投げられるんじゃないか、そんな思いもあったんです。確かに厳しい指摘をされる方もたくさんおられました。お前何やってんだと、人殺しだと、そんな言葉もかけられた、大変つらかった。だけど一日一日、毎日毎日駅で団体とか街中で街頭活動をさせていただく中で、
少しずつ応援していただける方が増えてきたんです。頑張れよ斉藤さん、食べないでね。マスコミの指摘は大変だけど頑張ってね。そんな声が少しずつ広がっていった。 X や SNS などでもハッシュタグ斉藤知事頑張れ、斉藤知事負けるなという声も広がってきた。本当に自分自身の心の支えになりました。そして今ここにこのように多くの方々が斉藤元彦の話を聞いていただける、集まっていただける、それこそ私にとって本当に心の支え、勇気になります。ありがとうございます。自分は決して一人じゃないんだ。自分は信念を持ってやってきました。周りに誰もいなくなったけど、県民の皆さんが見てくれてるんだ。県民の皆さんが支えてくれてる方がおられるんだ。それが私斉藤元彦の大きな力になったんです。だけど選挙戦は大変厳しいです。私は今回政党や組織の支援が全くない一人からのスタートです。本当に厳しい。だからこそ県民の皆さん一人一人のお力が必要なんです。今回の戦いは本当に要件だけの問題ではない。マスコミの報道、本当にこれが正しいかどうか、県議会の判断、政局や衆議院選挙にとらわれた判断ではない、政局の判断ではない、そういった中で県民の皆さんからもそういった疑念の声もあります。確かに私自身も今回の文書問題で反省しなきゃいけないことたくさんあります。県職員や県議会の皆さんとの人間関係作り、もっともっと丁寧に、もっともっと対応を尽くすコミュニケーションをやっていくことも必要だったかもしれないです。だけど今回の兵庫県知事選挙は、県民の皆さんがいろんな報道やいろんな動きがある中で、何が正しいか、何が本当に兵庫県にとってあるべき姿か、それをご自身一人一人が判断をし、選択をするという大切な民主主義にとっての本質的な実は機会になっています。今回の兵庫県知事選挙は、ただ兵庫県を知事を選ぶだけではなくて、実は日本の政治の在り方、社会の在り方を決める大きな分岐点、大きな大きな実は岐路になっている、これが今回の兵庫県知事選挙なんです。だからこそ皆さんには、私この斉藤元彦、斉藤元彦に一票を与えていただきたいんです。よろしくお願いします。今ここで負けてしまえば全てが無になってしまう。これまで3年間一生懸命やってきたこと、県民の皆さんにとって大切な、県民の皆さんにとっての直接に響く政策をやってきた、この改革全て無になってしまう。このままでは従来通りの旧体制な県政、一部の既得権やしがらみにとらわれた県民の皆さんを向いていない本当の政治を取り戻していくことが大事です。だからこそ皆さんのお一人お一人の力をぜひ私斉藤元彦にお与えいただきたい、斉藤元彦にお貸しいただきたいんです。今回の投票本当に大事です。言うのよく忘れるんですけど、ぜひ期日前投票皆さん行ってください。斉藤元彦、正しい道、そして自分の信念をこれからも貫き通して頑張っていきたいと思います。どうか皆さん、斉藤元彦にお力を与えていただきたい。一票一票の積み重ね、そして皆さんがお一人お一人が友人や知人、会社の方に広げていただくことが、この兵庫を変える、日本を変える大きな力、大きなうねりになるんです、風になるんです。皆さん、みんなでやっていきましょうよ。いかがでしょうか。躍動する兵庫の実現に向け歩みを止めない、全ての子どもたち、高校生、大学生、そして高齢者や障害のある方、全ての方々が幸せで暮らしている、
そんな兵庫、躍動する兵庫の続け、これが私の思いです。ですから兵庫の躍動を止めない、この斉藤元彦の決意、思いを皆さんどうか受け取っていただいて、私に力を与えていただきますようお願い申し上げ、私からの決意の言葉とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。